はい、どうもシュガーでーす。今日はですね、満州チャレンジをやっていこうと思います。ただですね、満州チャレンジは満州チャレンジでも新しい満州チャレンジをやっていきたいと思います。はい、題して自力満州チャレンジということで、はい、まあ、どういうことかというと、まあ資金力を使って点数を絞って1万円を超える配当を払い戻す自力満州という形で言わせていただきます。資金がですね、3000円という枠の中でどれだけ絞って1万円の配当の払い戻しを狙えるかっていうのを自力満州チャレンジとしてやっていきたいと思います。はい、今日やってみたいレースはこちらです。浜名湖の1レース初日ですね。ここはですね、2号艇の宮迫選手がエース機を引きました。はい、これ展示見たんですけども、このエース機29号機かなり出てます。そこからですね、点数を絞って買いやすいというところで買っていきたいと思います。はい、買い目はこちらです。はい、23253235というところです。まあ、2の頭天井を見たんですけども、もう2がまくるかなっていうような行き足伸び足の雰囲気でした。はい、そこから点数を絞って構成していきました。ただまくったら勝てるとは思うんですけれども、宮迫選手2コース戦がですねかなり苦手ということで、2コースの1着率 5.2%、 3連帯が 63.1% なので、そこがあるので、まあ、モーターパワーがあっても失敗する可能性もなくもないかなっていうところで、1に張られて飛んじゃった時の3235という目ですね。はい、割り振りをねこんな感じにしてみました。はい、こんな感じですね。当たると1万円の払い戻し以上になると思うので、そこをやっていきたいと思います。3が来たら通常の満州だと思います。さあ、新しいチャレンジね、自力満州チャレンジやっていきたいと思いますので、レースの方を見ていきましょう。さあ、1号艇はね、地元の選手なんですよね。まあ、その辺がどう出るかという形ですね。でもね、なんかすごくやっぱ伸びてたと思うんで、まあ、まくりにくいかなと。ただね、他のコースから見てもまあまあ負けてましたんで、2コースの宮迫選手ですね、刺さってくると。ただね、あの3、4、5もね、1着率がほぼないんですよ。もうその辺がどう出るかが、まあ、ちょっと謎ですね。さあ、どう出るか。まあ、ちょっと入れ替わりがありました。1、2、4、3、5、6ですね。はい、浜名湖穏やかで、ちょっと雨降ってるっぽいですよね。2がね、まくる体勢だったら面白いですけど、あと3ですよね。イン逃げ、あー、きついね。あ、伸びてる伸びてる。ただね、これまくるのかなっていうところなんですよ。あ、まくった、よし、晴れ。あー、4か、4が来た。いやー、きついか、これは。で、そのままもうこらえてほしい、その方が。あ、ここあるかも。ただ4勝ってないか、これ。あー、森選手もね、一着率がかなり低かったんですよね。いやー、だから3、4、5のどれにしようかなって迷ったんですけど、まあちょっとこれ厳しいな。これ逆になってくれたら嬉しいですけど、いやもうこっから抜かすの結構大変ですからね。いやー、5も出てないな。展開はあったのにな。まあ多分本命どころだとは思うんですけど、まあただ今回600円ね、かける勝負ではあるので、いやー、これは取りたかった。あからさまにいっぱいモーターが出てたんで、いや、28倍でしたね。悔しい、これは悔しい。
2コースから出ていって陰の黒田を叩き切ってのまくり先制攻撃でした。差しだとね負けるっていうのはあれですけど、まあまくりに行って予想してまくりで勝つか勝たないかっていうのを、うん、まあそこをね勝たないっていう方で考えてしまったの で, です、ね、この2着もね点数しようとね、いやー悔しい。これは帰ってきました。先頭が2号艇の宮迫、2番手が4号艇の森、3番手5号艇伊川通り返した。いや2着をねもう違ったからこれは大外れですね。はい、2着4番の森、続いて3着は5番伊川通り。はい、ということで自力満州チャレンジ失敗です。はい、展開はね完全に予想した通りまくりに行ったというところなんですけれども、345のどれ買おうかなと思った時に完全にね3連対立の情報から4コースの、ね、成績が悪かったのでないな、じゃあ3どこかなっていうところで選んでしまったんですが、2のまくりの定石は4、はい、成績以外のものまで出てしまいました。ということで今回ね自力満州チャレンジ失敗しましたけれども、はい、次回もちょっと頑張っていきたいと思います。はい、それではシュガーでした。